お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら、キョスケバルーンデッキやっていきたいなと思います。で、ハンターのね、形の、まあ、ちょっと前にというか、まあ、結構前に流行ってたデッキなんですけど、今回バランス調整で巨大スケルトンがね、強化されました。で、タワーへのダメージが2倍になりましたよと。で、まあ、爆破ですね。タワーへの爆弾のダメージが2倍になりましたよというわけで、まあ、爆弾がね、相手のタワーに届けば、まあ、そこそこ使えるかなぐらいなんですよ。まあ、なんですけど、その1個前の調整で、巨大スケルトンね、自体の攻撃力が上がりましたというわけで、まあ、タワーへはね、届きやすくなってるので、まあ、そう考えたときに、そこそこ使えないことはないよね、という感じではあります。巨大スケルトンの一番持ち味の、こう、やっぱカウンターが来ない。相手のユニット全部爆弾で処理っていう能力は、まあないから、まあなんとも言えないんですけど、まあ使えないことはないよね、というぐらいのね、キョスケ。で、このバルーンデッキは、そのキョスケの今回の挑戦の、なんて言うんですかね、爆弾が相手のターンに届きやすいというか、届いたら強いっていう能力を活かしやすい編成ですね。このキョスケプラストリトンが、めっちゃ強いです。なんならハンターもいると、なんかキョスケトリトンハンターの形を作れば、それだけで結構なんか、もう強いんですよ。受けが難しいと言いますか、相手のユニットどんどん引っ張って処理して、処理して引っ張って、みたいな。ん？なんか逆になったな。まあ、引っ張って処理してを勝手にしてくれて、それでね、キョスケがめっちゃタワーへ届きます。で、そうすると、相手がね、結構いっぱいコスト使ってくれる。そしたらバルーンが通るよっていう、なんかまあ、キョスケで結構攻めれるデッキ。キョスケの後ろもバルーンつけるだけでまあ強いんですけど、まあ、普通にキョスケプラス、トリトン。そして、まあ、コウモリとかいろいろやっとけば、相手がね、めちゃくちゃ守ってくれます。なので、ちょっとこれからね、やっていければなと思うんですけど、相手これ、迫撃ですね。迫撃エリババの、あ、これトリトン警戒のいい位置ですね。で、やりゴブしかいない読みいいっすかこれ。対空やりゴブしかいない読み。まあ、ファイボがあるんですけどね。これ迫撃と、そう、ファイボで守るんですけど。で、マスキが回って防衛ファイボかな。まあ、使わなかったらカウンター来るんですけど、一発入る。いや、バルーン、一発強すぎんっていうね。まあ、ちょっと前に爆破ダム下放されてましたけど、運営さんは爆破環境をちょっといじるのが好きそうですね。まあ、今回相手が体育がマスケと、まあ、やりこぶとあと迫撃しかないので、まあまあまあキョスケバルーン作るだけ強そうな気もしますけどね。さあ、いやマジでこのキョスケトリトンのね、これが強いんですよね。でハンター出したらファイアボタれそうだから、ちょっとコウモリにして、いやいいアイゴレだ。さあキョスケがね、もう1対1強くなったので、ここで残るんですよね。なんならこういうところでディガーつなげてあげると、これだけでね、結構プレッシャーになっていく。で、マスケを爆破で処理できたら、まあ、バルーンとかも飛ばしていっていいんじゃないっていう。さあ、トリトンがタケ取ってるので、ファイボだけでは守れないんじゃないのか。トリトンの遅延効果がミリで入ってる。さあ、もう後ろから形作ってもいいですよね、こういうのは。よいしょ。さあ、ヤリゴブリンとか無視して、いや、これね、相手絶対きついと思うんですよね。コウモリとかもきついし、で、ちょっと今はね、サイクル上できないんですけど、こう、ルート強制とかもできるんですよね。バルーンをこう、コウモリでね、外に押してあげるみたいな。お、できちゃった。なんか、たまたま、で、迫撃によらないんですよね。さあ、で、ここでもうね、ディガー雪玉でマスケを処理して、もうなんなら巨大スケルトンもね、タワーまで届いちゃうよ、というね、感じで、キョスケがね、思ったよりタフになりましたね。HP が増えたわけではないんですけど、1対1が強くなったことによって、巨大スケルトンがより残りやすくね、なった。そしてトリトンと組み合わせることによって、よりね、プレッシャーをかけられる。そしたら、こう、さらにバルーンが通りやすくなりますよと。だから、まあ、そこそこ使えるよねっていう。なんか、攻めでだから強いんですよね。巨大スケルトンって今までこう、防衛でもう大活躍。もう守護神だったんですよ。こいついれば何でも守ってくれる壁山みたいなね、存在だったんですよ。なんですけど、もう今攻めなんですね。攻めキャラになっちゃいましたけど、まあまあまあ攻めでね、頑張っていただきましょうか、これからは。さあ、そんなわけで今回はクロスボウと。クロスもね、ちょっと嫌ですよね。なんか雪玉なんでね、タルババとか欲しくなっちゃうんですけど、まあディガーあるし、って感じでね、やっていきます。で、おお、え？待ってこれタワー届くんじゃね？ああ、まあさすがにね、さすがに今もう一歩歩いてたらもしかしたら届いたんじゃないかっていう。で、巨大スケルトンはもし、もう一段階強化するなら、
爆弾の範囲を広くしてもいいんじゃないかっていう。そしたら、運営さんのね、もうタワーへの挙式の爆弾を届けたい願望がね、僕は通ると思うんですよ。いやー、さすがにないと思うけどね。まあ、強化するならね。そう、相手、積極的にファイブ打ってきますね、トリトンとかに。この巨大スケートは結構攻めのね、血挙式でございます。攻め攻めでいきます。そう。これ、バルーンで多分、釣られるのかな？際どいんですけど、コウモリとかあったらマジで絶対ルート強制できるんでね。それが強いんですよね。よし。あー、うまいね。うまいね。うまいね。いやー、うますぎるね。マジで。さすがにいい受けすぎん？それは。いや、いい受けすぎるやろ。いい受けすぎるやろ、マジで。あー、そういうクロスボウで回ってくるんですね。で、今のも、まあ、コウモリのルート強制があれば、多分クロスに寄らなかったんですよね。だから、まあ、このデッキのその強みもあります。強みというか、ちょっとせこい部分がね、キョスキバルーン組んでコウモリでルート強制とか、普通にバルーンコウモリのルート強制とかも、いやお前それせこってできるので、それも結構ね狙っていきたいですよね。ちょっと暇なんでケツバルーンとかいいですか。暇すぎるかな。まあそういう日もあっていいですよね。で、あれちょっと別に攻める気ないので、ちょっとね攻める気ないとか言ってね、めっちゃ攻めてるんですけど、アーチャーだけね行ってもらって、いや全然通んねんな。さあさあ、でも無理して攻めなければ、一応ディガーのダメージでちょっと勝ってるんでね。さあ、でトリトンは延命してあげたい。でコウモリがね今回強いと思うんですよね。よいしょ。さあ、でディガーで攻めつつね、巨大スケルトンがか戦ってくれる。いや相手いいな、いい受けや。ちょっと待って、これ雪で気合の許容。さあ、キョスケトリトン耐える。あのアーチャーね、アーチャーマジでボコボコにしたい。でディガーで攻めます。うん、いや攻めすぎか、これ防衛に使ってみ。あ、でも巨大スケルトンナイス。あ、入るよね。あ、入んなかった、やばい。もっとやばい、入んなかった、やばい。本当に入んないんだ、やばい。マジ笑い。これ逆サイロッコスクロスチャキとか、いやー来た、テスラからのですね。これやばいっすよね、このサイクル。もうバルーンでまあテスラ壊したいっすよね、僕からしたら。よいしょ。で、まあ一応ちょっと確実にねクロスを壊したいという意味も込めて。さあ、ユキ、いやオッケー。いや、これででも爆破入るのは、いやテスラ強えんだよな、本当に。マジで強いと思うんですね、これ。ここ潜っちゃうんですよ、あの子。いや、潜り壁か。えぐいな。そんな壁あるんだな。よし。さあ、ちょっと、いいバルーン、いい巨助じゃね、いいクロスボウされちゃってますね、今。さあ。まあでも、逆サイドのトリトンがなんか頑張ってくれそうな気がする。勇気打って、いや、タイブレイクっすね、これ。結構やばいかも。結構やばい気もするけど、相手もやばいんじゃない？それもしかして君。もしかしてだけどやっちゃってんじゃない？もしかしてだけどやっちゃってる説あるよね。やっちゃってる、やっちゃってる、やっちゃってる。これもバルーンディガーとかでいいんじゃない？さあ、バルーンディガーで、もうガンガン攻めて、ディガー削り、ディガー削り。これ、釣られるのか？いや、釣られるんかい。いや、で、一旦もう陸受けない。鬱陶そう来るんすよね。怖い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 。勇気とか打っちゃってね、もうカード回しが低コストでもう無限に回して、テスラ使った、もう低コスト無限ループの回、いや、これは来たんじゃないか。てかもう最初からこうすればよかったんじゃないか。最初から、キョスケとかは出さずに、一生もう、低コストなんで、後悔って回るんですね。スケコウモリ、バルーン、ディガー、雪玉、無限にこの5枚で回しとけば、もしかしたら、こんな苦しいことにはならなかったんじゃないかっていうね。まあ部分はちょっと見えたんですけど、まあ勝ったからいいでしょう。いうね、キョスケなんか意外とナイトとかね、だからクロスか、まあ、クロスにきっちりっすよね。爆弾が通ればいいんですけど、もうウッドでなんか爆弾入んないようにされちゃいますよね、意外と。さあ、よろしく。まあでも、うわあ、そんなバカな、いや強えな。これも全てテスラが悪いです。テスラ買おう、おはよう。いやマジでマジでそうなんですよ。でも、序盤からバルーンで攻めるとな、マジで、あれなんですよね。
逆サイクロスちゃけられるんですよ。テスラで守られてね。おいいナイトだ。お LSP 型ですね。で、今回は、この LSP がいることによって、僕のコウモリがなかなか輝けないので、さっきよりも難易度高いかもしれないですね。さあまあ、これは巨助でいいんじゃない？だってナイト咲いてるんでね、この巨助受けれないですよねっていう。さあ、で、一旦落ち着きますと。デスケ防衛ですね。はい。バルーン攻めたいんですけど、まあ、テスラでボコボコにされちゃうんでね。いやー、あのウィザードのスタンプ、憎たらしいっすね、あれ。あーっていう。わけわからんねー、みたいな。さあ、まあ、攻めつつ行こうか。攻めつつ、いやー、あの LSP 強いな。これルート強制してくんねえのかな。じゃ勇気打って、あのテスラワンパンでね、壊せるようにして、ロックオスクロス来て、負けます。これやばいっす。マジやばいっす。だんだんこのアーチャーもう無視しなきゃやばい。いやー、キョスケが間に合わんか？キョスケが間に合わんか？よし、ハンター。いや、いいハンター。これはね、タゲ取ってなかった、取られてなかったらというか、そう、ファイボーだけでね、やられてた可能性もあったんで。さあ、まあ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 、これは僕のさっきの雪玉のね、罪の重さですね。あー、憎たらしい。いや、クロス、やっすよね、マジで。テスラが強すぎてなかなか飛んねん。まだこういう相手もね、ボコボコにしていくのがね、僕の役目でありますから。多分視聴者さんみんな思ってるんですよ。いやー、ラット、ボコボコにしてくれよ、その間。多分、みんなの思いがもうね、多分って言っちゃったけど、伝わってきてるんでね。伝わってきてるよ、任せろ。さあ、雪玉で、アーチャーしばく。いやー、しばかれる。いや、でも流れはちょっといいんじゃない？ちょっとだけね。ちょっとだけ流れは変わってくるよ。いや、もうこれがつれ。マジで。クロス、嫌だな。嫌だなっていう。感想になってるけど。おお、何やってんだ、何やってんだ。ダメージ追いついてきたよ、でも。急に急に来た急に来た。あと1000ダメ。いけるよ、いけるだよ、これ。これ、見せます。僕のルート強制。バルーンコウモリで、相手もうびっくり。はぁ、お前ふざけんなよっていう、やっちゃいます。よいしょ。さあ、メリー。いやー、でもあのテスラの位置、いい位置だな。さあ、もう、ディガー削り。バルーンの爆破が入る。いやー、いい、今日、いいクロスが来ちゃった。いいクロスが来ちゃった。やばい。ちょっと攻めたらもうすぐこれ。もう相手も勝ち確宣言。あ、その通り。いいクロスだ。おーい！っていうね。序盤、生きましたね。本当に。気をつけてください。攻め行きですね。あのテスラやな、攻め行きをしたことによってコストがなくなり、守れなくなりましたね。でも序盤耐えてしまえば、後半からは、まあ僕の流れがやっぱ来てたような気がします。もうディガー削りがね、やっぱ可能になってくるんで、序盤はマジで、もっと守るべきでしたね。まあでも、バカうまいとマジで1周目クロス、2周目クロスとかもうね、ガンガン攻められて、まあ持っていかれることがあるかもしれませんが、まあ序盤ちょっとあんま攻めずにね、やっていきましょう。で、あのロケフォはマジで 100% 倒したい。おらー！よし。さあ、ホグ、クエコグですね。テスラかな？おい、まだテスラやんけ。怒るぞ、俺。テスラ怒るぞ。いいホグだ、しかも。いいホグだ。よいしょ。さあ、多分テスラだと思うんだけどな。で、クエイクのパターンと、あとはロケットのパターンもありますね。これはまだどっちかわかんなくて、出てないんでね。まあ、どっちなんだろうと思いながら。よいしょ。さあ、で、ここでトリトンを咲くと、次相手はホグライダーを飛ばしやすいよね、と。で、僕、相手と同サイドの方がいいのか、逆サイドの方がいいのか、なかなか際どいんですけど。うん。ホグ？さあ、で、雪玉で守る。ナイス。いや、これ完封できるのでかいね。雪玉の強み。いや、ロケとクエイクバチ。クエイクだったら勝ち確宣言してもいいぐらい。しないっすけどね。恥ずかしいんで負けたら。そんな理由で？まあ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 。ナイトグラビーでしょ。緊急度できてるんでね。さあ、こっからですね。問題は相手がもうロケットなのかどうか。もうロケだったら、まあ、ロケでも戦えないことはないよねっていう。これでもうコウモリ出してね。ここに、あれ？空振った。
あ、でも釣れてね。来た。わかった。これロケットは？ロケット来ないってことは、あー、いいナイトだ。ホーグが来るぞ。ホーグが来る。ホーグ来て。よいしょ。さあ、もう相手バルーン。あ、ってこれいらんかったな。トリトンがナイスすぎる。いやー。これ、もしかして神相性ってやつですよね。あれでロケ砲と、まあテスラがあるものの、ロケ砲とテスラがしかない。いや、でもいい攻めをしてくるっすね。よいしょ。ここで、あ、ファイボなんだ。ちょっと待って、予想外すぎた。ファイボ？ちょっと待って、俺ちゃう。ここでファイボ？マジか。今、あ、相手やった。うちのトリトンマッチョくん？トリトンマッチョくん。で、テスラがどっかに行くのか。ファイボ防衛されちゃうっすからね。コウモリとかも追加してあげて。いや、ディーガー竹取ってる、ナイス。もう一発？ポコン。おい。いや、バルーン強えな。まあ、まさかのロケットでもクエイクでもなくファイボだったんで、ちょっと相性は良かったですね。ナイス。というわけで、いいですね。これ、ちょっと大会でもね、使えたらいいなと思ってるんですよ。グラルワリーグが、この動画上がってるもう次の日からね。なんなら日付上ではもう今日から始まっちゃうんですけど、結構このホグが多い、だったら、あとエレジアンとかもね、多いので、まあ、それに対してね、結構強いんじゃないか。かなって思ってます。どうだろうね。いや、63来たな。マジ、僕、この順位が今、ついてるかついてないかギリギリなんですよ。ついてるかついてないかギリギリなところで、なんかめっちゃ苦戦してるんですよね。なんか謎にゴレダクネライドラみたいな。いや、お前見たことね、そんなデッキみたいなデッキと、無限に当たりましたね。びっくり。このトロタイのテンプルデッキっていうような、デッキ引きまくって、なかなかトロ上がんなかったんですよね。マジで。いや、強えやなぁと思いながら。よし。さあ、オーブンディガー。こやこや？あ、ラバー。ラバーってちょっと珍しいっすよね。これ、キョスケ出さずに逆サイ普通にバルーンポーンでもよかったかもしれないですね。キョスケ出す理由がなかったかもしれない。まあ、ハンターコウモリいればそこそこに守れそうだな。うん。さあ、雪打ってあげて。よいしょ。いやー、いい雪玉だ。あ、でも巨大スケルトン。それはちょっと辛いよね。わかる。で、これコウモリ残ってるから、ディガー組み合わせてね。おい、いいね。あっちに三角押さえたら、こっちちょっと守りやすいよねっていう。スケアもいらねえか。で、オーブン、なんて入ってんだろうね。オーブン、ラバに入れるのってこう、あんま見ないですよね。でも、やだね。やだね、このデッキからしたらオーブンが。で、三角とインドでしたね。ってことは、今、もう、バルーンコウモリ刺さりまくりだよっていう。そんな気がしないこともない。D が欲しいな、でも。キョスケ、今回僕、一回も出さなくてもいいかもしれないですね。よし。さあ、で、雪玉打てば。まあ、雪玉打つだけで、刺さりはしますよね。まあ、あとは、僕はこれを守れるか。うん。すごい際どいところなんですけど、もう一発欲しいね。なんなら、後衛から溶かすか。すげえ悩むな。これ守れねえですね。ふん。まあ、ちょっと守るけど、一発で抑えれたら熱いよねっていう。こうやって、やれるっすよね、ハンター。大きくナイス。で、もしかしたら D が来る。あー、バグは強っ。これちょっといっちゃいます。あ、これ D、なんで俺 D がそっちにやったんやろ。逆でよかったな。なんか、うわ、ポイズンなんだ。なんかすごいね。面白いデッキもいるもんですね。まあ、あれはタイブレイクでいけるでしょ。これもう回転でいっちゃいたいっすよね、僕。インドのサイクルか。ケツハンターしてもいいか。ケツハンターして、ラバの防衛意識してから、バルーン、ディガー、コウモリ。あの三角嫌だな。まあ、でも、これ突破できるんじゃね？熱い。スケで耐える。うん。いや、もう一発。で、俺、右側折らないといけないんですね。これ。おー、左側折れる。いや、ナイス。熱い。いや、ちょっとザップとか怖いよね。遊戯玉あれば守れるでしょ。ナイス！危ねえ。オーブンラバでしたね。これもまたレアですけど。まあ、オーブン、一応強化なのかな？すごいはっきりしてないけど、僕はちょっと微妙に強化だと思ってて。まあ、調整されたんでね。まあ、いろいろね、ちょっとみんなも試してるのかなと。まあ、いうことでね、出た、牢屋。そういう証言はダメです。怒られます。はい、ごめんなさい。というわけで、このキョスケバルーンね。まあ、バルーンも強いんですが、巨大スケルトンも結構ね、
まあ強化強化でね大幅カーフを来たけどギリ戦えるところにまで来たと思いますので、ぜひねこの強スキャバルーン結構使いやすいですので、皆さんも使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。